人類の未来のためだ。 哦。 焦れば命を落とす。 なんてことだ。
私の考案したこの装置を。これをうまく使えば被害を最小限に抑えて巨人を捕獲できるはずだよ。なるほど、よく考えたな。でしょ？そうでしょ？じゃあいいよね。巨人の捕獲作戦を許可してくれるよね？そうだな、構わない。作戦の許可を出そう。うはーはー、ありがとうエルビー。早速準備に取り掛からないとね。イヤッホー。リヴァイ、この作戦はお前の班にも協力してもらった方が良さそうだ。チッ、またあのクソメガネの世話か。あのメガネ、先に行きやがったな。まあいい、やることは変わらない。俺たち特別作戦班の任務は巨人捕獲の援護だ。ハンジたちは罠の場所を決めてるところだ。急いで追いつくぞ。複数の地点から演弾、救援要請です。なんでこんなに散らばって。作戦開始地点は一箇所のはずだ。クソめ、何をやらかしてやがる。救援して回りますか、それとも先にハンジさんと合流すべきでしょうか。別行動なんてすべきじゃなかった。これじゃ俺の方が巨人に捕まっちまう。おとなしくしてろ。邪魔だ。行け。おとなしくしてろ。おとなしくしてろ。助かりました。俺の敵じゃない。隊長の命令に従ったらこの様です。助かりました。もういいか、ハンジの元に向かえ。これでまた仲間を無駄死にさせやがったら、ただじゃ済まさね。ハンジさん自信満々でしたし、きっと勝算があるんですよ。リヴァイ兵長、助けてください。おとなしくしろ。どうしたの？バレた。おとなしくしろ。ご迷惑をおかけしました。軍大将が手分けして捕獲地点を探せというもので。チッ、さっさとあのクソメガネに合流しろ。行く。単独行動を続ければ目的を果たす前に死ぬぞ。救援要請、助けに行かないと。リヴァイか、援護を頼む。
とめて相手してやる。面白い暮らしやがる。リヴァイと捕獲対象を連れてくるからさ。分隊長、勝手すぎます。うまくいかなくても知りませんよ。北の採掘場跡で捕獲しやすそうな小さめの巨人を見つけておいたんだ。悪い。3メートル級の小柄な子と少し大きめな7メートル級の子、一体ずつでお願いするよ。てめえのクソみてえな注文を聞ける余裕があればいいな。採掘場までは楽に行けるはずさ。オルオたちに巨人を一掃してもらってるからね。くそ、部下に危ねえ真似させやがって。救援要請ね、助けに行かないと。やつら小さい分小回りが利くな。おいエルド、ハンジが連れてこいっていうのはこいつらか。兵長。はい、ハンジさんの要望通りです。大きめの奴らは採掘場から遠ざけてあります。罠を仕掛けた地点まで誘導する。誤って殺して一からやり直したくはねえ。
連れてくるのは厄介だったが、捕獲は随分あっさり終わったな。ちゃんと罠に入っていい子だったよ。もう一体友達も捕まえてあげるからね。どうした化け物。救援要請無視はできない。おとなしく。こいつをどうにかしないと。殺しやがれ。感謝します。どうした化け物。どうした化け物。作戦成功だ。あとはこいつらを連れて帰らねえとな。ニャホー！2体も捕獲できるなんて最高の結果だよ。さあ早く。大変です。複数の巨人がすげー接近してきてます。まだ巨人は運搬できる状態じゃない。リヴァイ、なんとか守ってくれ。総員迎撃しろ。巨人を運ぶ準備の邪魔をさせるんじゃねえ。どうした化け物。まだ残っている捕獲用の罠を裏に使えば巨人を足止めできるはず。私がやります。おとなしくして
しやがる。奴らを殺したら捕獲した巨人を運ぶぞ。あとは強行突破でなんとかなるだろう。
止めて相手して。しつけえ奴らだったな。今のうちに捕獲した巨人を運べ。ヒャッホー、聞いてくれモブリット、巨人の捕獲に成功したんだ。2体もだよ。分隊長、浮からすぎです。おおっと喜ぶ前にあの子たちに名前をつけてあげないとね。そうだな、昔昔あるところに人間を食う一族がいた。巨人のことじゃないよ、人間の一族だ。また始まったよ、分隊長の命名式。彼らは山の中腹にある洞窟に身を隠し、旅人を殺しては金品を奪い、その肉を食っていたんだ。というわけで、その一族を率いた男の名前をあの子たちに授けようと思う。4メートル級がソニー、7メートル級がビー